こんにちは、戸田悟です。今回はですね、アンカーの製品を2つ紹介したいんですが、いつもとちょっと思考が違うんですよ。はい。キャラクターのついた完全ワイヤレスイヤホンと、それからですね、充電器ですね、紹介していきたいと思います。この春のですね、入学シーズン等のプレゼントにもね、最適だと思いますので、ぜひご覧ください。今回は、アンカーの製品を2モデル紹介したいんですが、どちらもですね、キャラクターがついている可愛い製品なんですよ。でこちらがですね、充電器ですね。こちらはライチューモデルで、こちらはですね、完全ワイヤレスイヤホンなんですが、ミッキーマウスのデザインということで、ちょっと僕のチャンネルには全然そぐわないんですが、ちょっと理由がありまして、これを紹介する。何かというと、やっぱりね、これね、春じゃないですか。新入学とかのね、お祝いにすごくいいんじゃないかなと、こう思うわけです。まあ、おっさんである僕が使うという目線では見ずに、これをね、プレゼントとして使う。もちろんね、見ていただいている皆さん、好きで使うのは全然ありだと思いますよ。ただ、僕としてはね、自分が使うというよりはギフトにいいんじゃないかなと思って、今回紹介していきたいと思います。それではまず、充電器からいきましょう。はい、こちら紹介するのがですね、アンカー USB 急速充電器 120W ライチューモデルなんですが、実は 65W のピカチューモデル、20W のピチューモデルがあるんですよ。すいません。ピカチュウに僕詳しくないので、ライチュウ、ピカチュウ、ピチュウの違いは聞かないようにお願いします。藤原くん詳しい？一応わかります。その3つの違い。ライチュウっていうのが多分一番強いの？一番進化した姿。進化した姿。はい、で、ピカチュウがその下で、はい、ピチュウはもっと下って感じ？ちょうどその、だから、進化度合いと、急速充電器のワット数がちょっと合ってるっていうか似てるっていうかね、ちょっと可愛らしい感じだよね。で、一番ですね、オレンジに近いです。で、ピカチュウモデルはもうちょっと黄色で、ピチュウモデルはさらにレモンイエローみたいな感じになります。それでは早速中開けていきますが、いつものアンカー製品と色合いがね、やっぱり違いますよね。中もね、とってもこれね、このトータル感がいいっすね。充電器だけではなくて、ケーブルもね、色が合っていて、ケーブル止めもこんな感じでね、色が合ってるというのがいいですね。説明書、きちんとしたもう完全に日本語の説明書がついているので、お子さんにもね、安心して、まあ中学生高校生ぐらいになると思うんですが、これプレゼントね、大学新入学とかね、説明書も日本語なんでもうバッチリだと思います。おそらくですね、この製品はアンカー737チャージャーガンプライムの 120W モデルと一緒だと思うんですよ。 120W 書いてありますね。ガンプライムここに書いてませんけれども、それを、ライチューモデルとして仕上げてると思うんですが、ちょっとね、色だけ変えたんだろうと思ったんですが、意外にね、そうでもなくて、もちろんね、キャラクターがプリントされてるし、なんかここに可愛いなんか電気のね、絵がついたり、ここにね、ポケモン、何ボール？これポケモン、モンスターボールの絵がついてたりするんですが、ここを見てね、ああと思いました。これね、よく見ないと分かんないんですが、ギザギザのね、切れ込みが入ってたりするんですよ。非常にね、やっぱりちょっとこだわってるのアンカーらしいなと思いました。質感も非常に良くて、ツヤ消しの樹脂、手触りね、もう陶器みたいな感じで、とっても手触りもいいです。で、ケーブルを見ていきましょうか。はい、こちらケーブル、タイプ C ケーブルですね。こちらも本体と色合ってますよね。このオレンジ色、かっこいいですね。綺麗ですね。はい、なかなかね、質感も良くて、このね、ナイロンにくるまれてるケーブルなので、長持ちすると思います。で、ケーブル止めですね。こちらはね、これをこうやって使うんでしょうね。これをね、ここから入れるのかな。こんな感じで使うんでしょうね。ここから入れて、で、今まあ止まってますけど、こんな感じで、これをね、ここに入れて使うのかな。はい。入れて止めるんだと思います。こうか。はい。こうやって止めるんだと思います。こんな感じでね、止まる。トータルで結構、なかなか可愛いかなと思います。で、ちょっとワット数だけお話ししておきますけれども、はい。Type-C 端子は1個で使うときは 100W。ですね。最大 100W いきます。で、タイプ A 端子はですね、一番下ですね。こちらは最大 22.5W です。で、2つ使うときはタイプ C2 個合計だと、はい、120W。はい。で、上と一番下ですね、タイプ C、タイプ A だと合計 120W。で、下のタイプ C と下のタイプ A 使うときはマックス 24W。3ポート同時に使うときは 120W。で、まあ自動の割り振りですね。まあ基本的には、ギフトで送るとしても、パソコンとスマホを同時に充電したい方、あとパソコンと完全ワイヤレスイヤホンとか、
スマホとタブレットと完全ワイヤレスイヤホンとか、そんな形の充電にも十分パフォーマンスを発揮できる充電器なんで、例えばね、お子さんに、とかね、知り合いのお子さんがお父さんお母さんからパソコンを買ってもらったと、で知り合いのおじさんは充電器くれたと、なんか美しい例だよね。そうですね。そんな形でギフトするといいのではないかなと思います。はい、でこちらですね、サウンドコアライフ P2 ミニのディズニーストアオリジナルデザインモデルとなってます。こちらもね、開けていきましょう。このね、完全ワイヤレスイヤホンは小さいのがね、特徴のタイプですね。はい、こちら開けていきます。はい、お、なんかね、ポーチが入ってますわ。はい、こんな感じですね。でこちらですね、ミッキーマウスモデルはこう黒いんですよ。でミニーマウスモデルがアイボリーっぽい色ですね。どちらも選択可能です。好きな方ね、選択可能です。今回はね、ミッキーマウスモデルをちょっとねレビューしていきますけれども、このねケーブル黒じゃないですか。ミニーマウスモデルもケーブルはこれの黒のようですね、ウェブページを見ると。はい、で今回はこのミッキーマウスモデルでいきます。それではちょっとね紹介していきますが、外側このね電池残量とかペアリングを示すライトの下に、ミッキーマウスのね、影絵って言ったらいいのかな、シルエットですね、とそれから音符が2つついてますね。他にはここにね、後ろにディズニーと書いてある、これぐらいですかね、外見の違いはね。であと中開けると、はい、それぞれのここにですね、やっぱりねミッキーさんのシルエットがついてます。で基本性能はサウンドコアライフ P2 ミニと一緒だと思います。で最大の違いはやっぱりこれかな。もうこれ好きな人はね楽しいでしょうね。このねポーチに入れて、ケーブルと一緒に入れて持ち運べるというのがね嬉しいのではないかなと。こんな感じ、なんかお菓子みたいね、お土産のね、はい、なかなか可愛いデザインではないかなと思います。はい、でこの完全ワイヤレスイヤホン自体はまあ中級クラスのモデルって言っていいかな、まあ、中の下ぐらいですかね、位置付けしてはね、あの 下という意味ではなくて、あの価格帯としても実はねこれベースになるモデルは5000切ってるんですよ。でとにかくコンパクトで小さいのが特徴ですね。はい、でその割には音質はねまあほどほどです。まあ、十分とは言えないですね、この価格帯ですから。2万円3万円のに比べるとちょっと劣りますが、まあまあまあ入門用に買うにはちょうど頃合いなのではないでしょうか。で最大32時間の長時間再生ができるっていうのがやっぱりポイントかなというふうに思います。外出時間の長いね学生さんとかにもいいのではないかなと。ちょっとした旅行でしたらね、電池の心配はしなくていいというところがメリットではないでしょうか。最後にですね、それぞれ点数評価をしていきたいと思います。でこちらのですね、まあさっきもね紹介しましたライチューモデルなんですが、価格がですね14,990円なんですよ。でおそらくねベースとなったと思われるモデルはですね12,990円なんで2000円高い。でもこのオリジナルのケーブルとこのねケーブル止め、あとデザインと含めれば僕は全然高くないんじゃないかなと思うんです。ただギフトの予算が1万円以下だよっていう方にはピカチュウのね 65W モデルが8,990円でありますし、3,990円のピチューモデルもありますということで、僕はなかなかいいのではないかなと思って60点の高評価としたいと思います。もらった方が嬉しいかどうかはその人のキャラクターへの思い入れでしょうし、実は点数つけてるのもおこがましくて、おっさんがピカチュウのキャラクターに点数つけるなよって感じだと思うんですが、まあ、あくまでもねギフトとして捉えた時にはこの点数かなというふうに思っております。はい、で続いてこちら、サウンドコアのね、サウンドコアライフ P2 ミニのミッキーモデルですね。こちらがですね7590円なんですよ。で実はねこれ元のモデルは4490円なんですよ。まあ倍とは言わないんですけど倍近いプライスじゃないですか。でこちらはですねショップディズニーでしか買えない製品となってます。なんかね個人的にはベースの値段から比べるとちょっと割高感あるんですが、まあ、そこはねポーチがついたりいろいろなところで、というかねキャラクターが好きだったらどれだけ高くても買うでしょって話だとは思うんですけどね、まあ、ギフトする身として考えるとちょっと割高かなと思うので、こちらね53点にしたいと思います。まあね1万円以下の予算で春のねプレゼントに、まあ、どちらもねいいと思いますので、相手がね、プレゼントする相手が好みの方を選んでみてはいかがでしょうか。以上アンカーのキャラクター2製品紹介しました。いかがでしたでしょうか。僕はですねちょっとポケモンのねライチュウなのかな、すいません詳しくなくて申し訳ないんですが、充電器なかなかいいなと思いました。
またね、ミッキーのイヤホンも地味なのが結構いいですよね。ということで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またですね、メンバーシップもスタートしております。このメンバーシップに加入していただきますと、限定の動画配信とか、メンバー限定のライブ配信等も行っておりますが、最大の目玉はですね、戸田悟ファンクラブに無料でご招待することです。で、この戸田悟ファンクラブでは、毎月ですね、様々な製品をプレゼントしております。パソコンやキーボード、ケーブル、充電器、その他ですね、ぜひ振るってご参加ください。